こんにちは、のぶです。では452日目、左足、逆足のニーストールチャレンジ連続10秒、今日もやっていきたいと思います。では早速ニーストールですね。今から4分間やっていきます。まあ10秒なんですけど、最終ゴールは。ただ今そうですね、できても5秒とか4秒なので、まあできれば6秒7秒ぐらいいければなと思います。もうこれは地道にやるしかないかなと思います。では早速行ってみます。よし、じゃあ行きます。3秒。入っちゃったな。5秒。しゃ、5。安定してないっすね。ああ。いやー難しいな、ニーストール。ということで、まあ今日は最高5秒でしたが、その他はちょっと不安定でしたね。やっぱりこう腹筋で、お腹を力を入れて
こう我慢するっていうか、であとは軸足をやっぱりこう今ブレてしまっているので、どうすればねこれをこうもっと安定させていけるかっていうところなんですが、まあそれが自分の課題ということで、また次につなげていければなと思います。ということで諦めないでまた次やっていければなと思いますので、今日はこの辺にしたいと思います。では、いつもご視聴本当にありがとうございます。で次ももしお会いできれば僕も本当に嬉しいです。ではまたお会いしましょう。さよなら。